さ、はい、本当 YouTube ってすごいと思わない？だって一流選手が今 YouTube 結構やってるじゃん、はい、いろいろ教えてくれてるじゃん、はい、すごいと思わない？すごいと思います。普通教えてくんないよ。教えたくない部分とかいくらでもあると思うのよ。でも結構慎吾さんもそうだし、ミクムとかもそうだけど、自分の技みたいなの見せてるじゃん、はい、すごくない？あんなん絶対昔なかったよ。だって今まで自分が築き上げてきた内緒にしたい部分とかも結構見せてくれてるじゃん。内緒にするようなとこ一つもないけどね俺俺はないけどね。今ちょっとドライバーいいなと思ってるのこの金の G425、はい、9度、はい、曲がらんねこいつ。すごい振っても曲がらん球が。あのねよく聞いてたのよ、ピンが一番曲がりませんよって、はい、飛ぶかどうかわかりませんけどピンが曲がりません。いや曲がらなかったら振れるじゃん、だ飛ぶじゃん。でピン使ってる選手ってめちゃくちゃ飛ぶ選手ばっかりなのね。チャンとかさ、ぬかがとかさ大月とかさこの前ミクムが YouTube でさ大月の真似してたら面白かったね大月さんのこの打った後のこの長さ、あれは曲がりません。確かにそうよね。あいつのフォロー半端じゃないのよ。モノマネがおもろすぎてさいやでも確かにあいつのフォロー半端じゃないのよ。あれだけフォロー長かったらまあ球は曲がらんよ。でもあれだけフォロー出せるさ、スイングで体作りもできてるっていうのすごくない？いやマジでおもろかったんだけど、ドライバーが誰がうまいかとかいうのベスト3とか上げててやってたのよ、はい、マジでおもろかったあれ俺言った記憶ないんだけど、お前は何がうまいか分かんないっつって言ったらしい俺が見そんな言ったかなと思ったけどさでも多分昔なんだよね。昔お前何がうまいか全然わからんって言ったやん。でもうまいじゃん。うまいっす。今は全然違うけど、昔はほんとさロブがめちゃくちゃうまくて、堀川ってグリーンオーバーしてとんでもないとこ行くのが多かったのよ。でもあのすごいロブがうまくて、あいつのロブ半端じゃないよ。真上に上げるからパカーって構えなんか手袋外してさデシャンボーとかもそうかもしれないけど、俺もこんぐらいしか分かんないんだけど、これすると個性があっていいよね。みんな今の人ってみんなスイング綺麗だよ。だからね面白いよ、いろんなプロの見てて、ね、俺は思うに本当にみんなプロの秘伝の技を今は YouTube で簡単に見れる時代だなと思って、かといって見たからってできるわけじゃないけど、ほんとすごい時代になったなと思う。俺教えないけどね、秘伝の。なんかあるんでしょ。ほんと曲がらんわ。左に出ても右に出ても曲がらんわ。翔太郎とか打ったことない？いや、たまに借りて、はい、打ったりとかします。構えた時の安心感とかやっぱ、すごいですよね。今度はあれですもんね、トラックマンでちょっと計測する機会が次回ありそうなので、ね、楽しみですね。これもテーラーテーラーで飛びそうな雰囲気あるけど、こいつ前打った時フレードフィルダーが飛んでた気がする。音が違うよね。もう柔らかくない？思ったより。そうそう、ピンよりさ音が柔らかくない？ね、ピンに比べて音柔らかいの？柔らかい。ピンが高いっす。じゃあ、和田プロはどういうクラブですか？使ってらっしゃいますか？まあ、LS ですね。エピックの。エピックマックス。LS。シャフトはどんなシャフト？これ。これは結構古いんですけど、はい、ワクチンコンポっていう。ああ、聞いたことあります、はい、結構レアなものを使ってます結構レア。ずっとこれですか？まあそうですね、今シーズンはこれでいこうかなと思ってて、はい、初めて見た生で。なかなか今いないですよね。なかなかいないですね。結構昔のイメージ。結構和田プロはクラブにこだわりは、まあ、自分が全然知識がなくて、はい、あ、そうなんですね。コーチに
いろいろ情報を聞きながらこういうクラブはこういう特徴だよみたいなの、はい、それで勉強してる感じですね。へー、技プロ結構なんか練習の時にこういろいろ試されてる感じがするんですよ、はい、いろんなトレーニングというか、なんかこうおすすめの練習法とか、なんかとか昔上手になるためにやってた練習法とかあったりします？これ今やってるやつとか、はい、これ結構なんか基本的な動き、はい、ハーフウェイバックっていう動きなんですけど、はい、クラブの、はい、まあ、よく言うスイングプレーみたいな、はい、そういうなんか、まあ、体の調整っていうかバランス整えるためのテイクバック上げて、はい、上げた時にこのシャフトと、はい、下に置いてるスティックが、はいはい、ちゃんと重なるように。なるほど。からこう上げて、はい、重なるように、はい、でヘッドとクラあのグリップは手元の位置か、はい、が重なるように、はい、これを打ってあげる、はあ、練習。これよく市販であるスティックが2本入ってるやつ。そうですね、練習場でもこれだったらですね、はい、だから場所あんま取らないから結構一打席分ぐらい進むんで、はい、あんま周り気にしないでこれはできるかな。はあ、なるほど。結構これが結局この位置がずれることによって、はい、テイクバックの位置がずれてトップの位置がずれてインパクトの位置もずれちゃうっていう、まあスイング矯正みたいな。なるほど。これはかなりいいかもしれないですね。ここでもやってるプロは多いと。多いですか。はい、なんかもう一番最初にやることみたいな感じ。はい、はい、なるほど。これからやる人もこういう練習を取り入れながらやっていくと、ね、はい、もう最初難しいと思うんですけど、はい、やっていくうちにミート率上がっていって距離も伸びるんで結構いいかなと思います。ありがとうございます。これすごくいいですね。こう活用できそうですね。そうですね、まあ、でも ちょっと難しいかもしれないですけど、はい、効果はめちゃくちゃあるんで。プロが言うなら難しいかもしれないですね。まあやる価値はあるかな。クラブ拝見させてもらってもいいですか、はい、今はプロの、はい、そうですね、ウッドは7番ウッドと7番ウッド、はい、3番ウッド、3番ウッド、まあ、ドライバー、ドライバーですね。これ全部エピックですね、はい、ですね、エピックで、はい、こっちシャフトはベンタスですかね。これはベンタスですね。スプーンが、はい、ブラック、ベンタスブラックの 6S で、こっちはツアー AD なんですけど、はいはい、グラファイトの PD の QX、 これも QX、 はい、自分があの、はい、キャロウェイの契約なんで、はい、担当の人に、はい、あの石川亮さんと同じセッティングで試させてくれって言って、はい、でそれで1本作ってもらって、それを今、はい、石川プロもこれを使って、そうですね、全く同じのを作ってて、はい、でまあ、今使ってるとか分からないんですけど、はい、まあ、これで組んだ時に同じように作ってくださいって言って。かっこいいですね、このアイアン。これは APEX の TCB っていうシリーズなんですけど、はい、ザンダーシャフレかショーフレか、はい、シャフリーか分かんないですけど、はい、が使ってるのと全く同じモデルで、まあ、3番アイアンと7番ウッドをどっちか入れ、はい、あの抜いたり入れたりっていう感じ。なるほどなるほど、はい、でまあ、ウェッジが3本で、はい、3本、はい、65、6、52で、シャフトはこれは、これは S200 入れてるんですよ、はい、結構今 PGA の選手も S200 を入れてる人が多くて、はい、結構逆に X100 の人が少ないぐらいで。あ、そうなんですね。結構 X100 なイメージですね。そうなんですよ、自分がそのイメージだったんですけど、あんな体つきで S200 使ってるんだったら自分はもう間違いなく S200 かなと間違いですね。で結構いいんですよね、意外と。そうなんですね、はい、結構 X100 との違いも分かっちゃうぐらい変わりますか、はい、結構、まあ、優しいし、はい、クラブを逆にロースペックにしてあげて、自分がちょっとギアを落とした時にも、はい、クラブに負けないように。なるほど。結構再現性が上がるイメージがあるんで、それで今はこれで。アイアンのシャフトは、アイアンは今モーダスの125のシステム3の入れてますね、はい、X で。これもアマチュアからしたらちょっとハードを、でも結構いいシャフトで、今年はとりあえず、はい、まあ、新しい製品が出てまたこれからテストしていって、はい、まあ、今のところこれでいこうかなっていう感じで。なるほど、はい、かっこいいですね、こんだけバシッと揃ってると。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。またちょっといろいろと小ネタがあれば、はい、お願いします。今公明プロでやりながらで、はい、はい、やりましょうか。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。